リチャード・マイヤー2009ゲッティ・センターリチャード・マイヤーはアメリカ合衆国の建築家ニュージャージー州ニューアーク生まれ白色の塩がトレードマークでありルコルビュージエの作風に最も近い建築家の一人とされる世界的に見てもマキ・フミヒコ谷口義雄などと並び純粋なモダニズム建築家として知られる1957年に コーネル大学で建築学の学士号を取った後、損で短期間働いた。その後、マルセル・ブロイヤーのもとで3年間働き、1963年に自身の事務所を構えた。1969年にニューヨーク近代美術館で行われたアーサードレクスラー企画による純粋なモダニズムの建築家5人を特集した展覧会で取り上げられ、 この展覧会をもとにした1972年の書籍ブ・アーキテクツによってニューヨーク5というモダニズム建築家グループの一員と見られるようになった。マイヤーの他にはチャールズ・グアスミー、ピーター・アイゼンマン、マイケル・グレーブス、ジョン・ヘイダックがこのグループに含まれている。1984年にプリツカー賞を受賞。ロサンゼルスの美術館ゲッティセンターの設計で広く、 人気を博した。ありがとうございます。